サスケのことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。さて、どうしたものか。ナルト。ガーラ？お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。そうか。そこまで荒れた階段になったとはね。それにしてもサスケは、まさか階段まで襲ってくるとは。ナルト、これはお前を守るための戦争でもある。風影として俺は命がけでお前を守る。暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら容赦しない。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。ガーラ、俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だが、お前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか。お前はサスケのために何をしてやれるのか。よく考えろ。ではな。ナルト。ナルト。おい、ナルト。大丈夫か、ナルト。師匠から譲り受けたもの、今ここで試す。
ング開始。サスケ君は、行け。私が止める。ナルトにだけ重荷を背負わせたりはしない。これって暁の、こいつらがいるってことは、サスケ君やっぱり暁の。もう昔のサスケ君には、サスケ君に近づけさせない感じね、こいつら。
ぶっ飛ばせる。ぶっ飛べ。くな。オーガト。急がないと。オーガト。早く早く森を抜けなきゃ。急がないと。サスケ君を止めるつもりですか、さくらさん。その声はリーさん。みんなで力を合わせるべきです。引き返してください。すみません、私はもう決めたんです。ならば腕ずくで止めます。すみません。さくらさん、一人で肩をつけようなんて無謀です。出る。でもこれは自分で決めたことなんです。だからお願い、私を行かせてください。そればっかりはさくらさんのお願いでも無理です。早く行かないと追いつけなくなる。すみません、でもこれはさくらさんのためでもあるんです。なんとかしないと。やりますね。ですが負けるわけにはいきません。無謀と分かっているのに行かせるわけにはいきません。この発砲、本気なんですね。この発動符強い。止め。今の私は誰にも止められない。この発動符、何が何でも止めてみせます。何が何でも止めてみせます。
無謀と分かっているのに行かせるわけにはいきません。私は誰にも止められない。さくらさん、待ってください。言ってはダメです。ごめんなさい、リサ。この先にサスケ君が。任務達成。近いってことね。